はい、皆さん、こんばんは。始まりました。こんばんは、皆様。見えてますでしょうか？見えてますか？こんばんは。見えてますか？こんばんは。見えてるっぽい。音とかも大丈夫そうですよね。よかった。今日はね、順調です。スムーズにいけてます。皆さん、こんばんは。ありがとうございます。大輝、こんばんにゃ、こんばんは。見えてます、見えてます。見えてますよ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こっちでは横画面。そうなんですよ。こっちではね、横画面で。そうそう。LINE ライブは縦なんですけど、YouTube は横なんですよ。こんばんは。みんなありがとう。こんばんは。ありがとうございます。猫はいきなり現れる。こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんな、ありがとう。こんばんは。たくさんこんばんは。こんばんは、うきょうさん。あ、うきょうさんにもね。うきょうさんっていうのは、私の、この配信に使ってるノートパソコンが、私の相棒ということで、うきょうさんって呼んでるんです、私が。そういう意味のうきょうさんです。こんばんは。みんなお仕事終わりましたか？今日は。Windows 戻ってきて、ありがとう。ありがとう。よかった。ごっちゃんで、横綱ごっちゃんです横綱ですどすこい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 みんなありがとうございます。今日はね、ドールない。今日はね、今日はちょっとなんか自販機で買ったアイスティー微糖で行こうと思います。アッキーにゃん、皆さんチャンネル登録といいねボタン押しましょうということで、みんな今のうちにいいねボタンを押してください。ありがとうございます。説明完璧、ありがとう。そうそう、片山右京さんがいるのかと思った。いえ、違うんですよ。相棒っていう意味で、相棒から取った右京さんなんです。私の相棒が右京さん。説明完璧、イエイ。さきちゃんじゃなくてさき様と呼ばせていただきます。なんでですか？なんでさき様？え？なんで？お嬢？こんばんは、夕飯中。あ、夕飯何食べてるんですか？砂糖までもが美。ちょっとちょっと、まるで父のことみたいに言って。舞台のチケット予約したよ。ブランディッシュさん、ありがとう。そう、ツイッターでも書いてくれてましたね。ありがとうございます。舞台のチケット予約してくれてありがとう。絶対にね、素敵な舞台だから、楽しみにしててくださいね。そうそう、杉下右京さんのことなんですよ。あえて言ってないのに、言っちゃった。失敗の神様。あ、失敗の神様だから、さき様？シュープレで、さきちょさんのグラビア見たい。本当？私も見たいの。誰よりも私が見たいんですよ、シュープレのグラビアは。ごっちゃんです。グラタンなど摂取中、いいですね。じゃあちょっとね、さっき LINE ライブっていう別のところで配信してて、そこで散々ちょっと失敗の話をしたんですが、皆様、現在発売中の週刊プレイボーイさんにて、失敗番付という企画でですね、私はちょっと、その失敗の中での最上位の東の横綱という称号をいただきまして、ちょっと大きめに掲載していただいてまーす。ありがとうございます。はい。で、もうこれは結構すごい快挙なんですよ。私からしたら。すごい嬉しくて、
あのもうびっくり、知らなかったし、すごい嬉しくて、今日はね直接配信でみんなとその喜びを分かち合おうって思って配信しました。で本当はあの今毎日舞台稽古中で、お仕事じゃない日は稽古、稽古じゃない日はお仕事みたいな毎日を過ごしてて、配信するのも若干ちょっとあの本当はあの台本とかちょっと読まなきゃいけない時間だったりするんですけど、週刊プレイボーイさんは週刊っていう名前のだけあって、来週にはもうこの私が乗ってる号が買えなくなってしまうので、もうこの今発売されてるこの1週間のうちに絶対配信したくて、今日無理やりちょっと終わってからね配信しました。はい、なので今なら雑誌、本屋さん、コンビニ、ネットで買えますので、みんなにぜひ、あの、買っていただいて、船岡のこの勇姿を見てほしいなって思いまして、はい。ぜひ、ゲットしてください、シュープレさん。中尾さん？ああ、とってもいい方なので仲良くしてあげて、すごい素敵な方ですよね。シュープレの表紙はいつ？シュープレの表紙はむずい。正直に言うけど、シュープレの表紙は難しい。表紙は難しいけど、せめて、中のグラビアには乗りたい。乗りたいんです。よ、横綱！ありがとう、横綱！よ！パチパチパチ、ありがとうございます。一週間に一回ですね。そうそう。二場所連続優勝。そうなんです。西の横綱からのランクアップが神すぎます。ありがとうございます。もう神ですよ。私も嬉しかった。もうびっくりですよ。横綱は相撲界の神様。こんばんは。どんなモンタナさん。こんばんは。一週間に一回。そうなんですよ。そう。さっき、LINE ライブに、シュープレの編集部の清蔵さんっていうね、シュープレの、まさに、編集携わっている清蔵さんっていう方が、さっき LINE ライブに遊びに来てくださって、実際清蔵さんが本当にアンケートハガキがとっても大事っておっしゃってたので、みんな雑誌を買ったらぜひね、この失敗番付の横にこのアンケートハガキについてすごい細かく書いてあるので、もうこちらをねぜひ、あ、ちょっと映っちゃった、めっちゃ映っちゃった、やだやだ。そう。ここに書いてありますので、もうこちらをよく読んで、ぜひ、アンケートハガキを編集部に送っていただきたいんですよ。船岡の横綱取り下ろしグラビアが見たいっていう風に書いていただいて、送っていただけたらすごい嬉しくて、で、私知らなかったんですけど、ハガキ以外でも、インターネットでアンケート応募ができるそうなので、で、それもここに書いてあるんですよ。ここに。ほら、インターネットでも、アンケートに応募できますって書いてあるので、みんなハガキ、そしてネットから船岡の取り下ろしグラビアが見たいっていう風に書いていただけたら嬉しいです。本当にみんなの声はマジででかくて、船岡一人の声よりもみんなの声が多ければ多いほど本当にそういう企画につながるらしいので、みんなの頑張りどころですよ今。よろしくお願いします。はい、お願いします。横綱の土俵入りはいつにしましょうね。いつにしましょう。今ちらっと見えた可愛い子は誰？私です。私です。そう、私ね、シュープレさんはね、9年前の日テレジェニック2012に選んでいただいた時に、ジェニックおめでとうガビアっていう感じでジェニックのみんなとね取り下ろししてもらったことがあるんですけど、それももう9年前ですって。2012だから。9年前ってそんな前なんだ、みたいな。9年ぶりに取り下ろし、ぜひしてほしいなって思ってます。よろしくね、みんな。あとさ、昨日だよね、YouTube に、あ、おとといか。YouTube に失敗番付を自分の目で確認した時の動画が上がってまして、短いんですけど、5分ぐらいなんですけど、
面白いから、ぜひその動画も見てください。こんばんにゃ。YouTube のね、チャンネル登録者さん今960人で、あと40人で1000人なんですよ。1000人、やっと。でも新しいチャンネルになって4ヶ月ぐらいかな。そう、4ヶ月でここまで来たからすごい感謝ですね。あと40人って言ったら結構もうすぐそこじゃないですか。割と。ね。え、なんかみんなからのさ、コメントがさ、来た。みんなのコメントが来なくなるとさ、落ちちゃうんじゃないかって不安になっちゃう。失敗番付の人たちだけでシュープレジャックしてくれないかな。もちろん表紙は先っちょさん。さすがに、それすごい特別号ですね。スペシャル号ですね。あと40人どうにか。今、東京グラビアアイドルフェスティバルの時の動画を編集中で、編集終わり次第、その動画が上がります。今撮りためてんのそれだけかな。シュープレのアンケート書いて送ったで。ありがとう！送ってくれたんですね。さきっちょのバラエティなリアクション見たい。そう、早くしないとそれ。落ちてないよ。よかったよかった。そう、この間さ、急に配信落ちちゃったことがあって、もうトラウマなんですよ。安田さんまでの5人とはお話ししたことある。おー、そうなんですね。私ね、西永彩菜ちゃんと、舞ちゃんだけですね。お話ししたことあるの。お名前知ってる方は結構いらっしゃるんですけど。すごいよね。なんか本当に失敗なんですよ、みんな。かわいい、みんな。右京さん頑張ってる。頑張ってますよ、右京さん。アクティビティモニターは見た？見てません。忘れてた。なんかでも、あのさ、この間私のこの相棒のノートパソコンが、なんか充電しても充電しても充電がたまらなくて、で、充電してもすぐ充電がゼロになっちゃうみたいな問題が起きてるっていう話をしたんですけど、なんかそれは治って、一回充電したらもうずっと 90% 台のやつに戻りました。戻りました。トリオザ失敗レジェンドとして安田さん、西永さんとコラボしてほしい。そう、なんかさっきライライブでも言ったんですけど、西の横綱の西永彩菜ちゃんには、その、このプレイボーイ見てすぐ連絡したんですよ。彩菜ちゃんがついに横綱になったって思って、彩菜ちゃん、おめでとうって、横綱だねって言って、LINE して、あやなちゃんもなんか、ほんと嬉しいですね、みたいな。二人で、なんかできたらいいですね、みたいな話をしたんですよ。横綱が繋いでくれた縁ですね。中村千尋ちゃん、いいキャラ。え、そうなの？中村千尋ちゃんってさ、インタビューされてる子かな？あ、違うわ。中村まひろちゃんかな。すごいかわいい。バトン上手な子でしょ。まいさんとちっぱいコラボ企画、また YouTube でお願いします。ね、また何かしたいね。せっかく選んでもらったし。ちょっと今は舞台稽古が本当に毎日毎日夜まであってなかなかできないので、もう舞台終わったら結構しばらく時間があるので、舞台終わったらね、いっぱいいろいろ YouTube 撮りたいなーって思ってます。あ、登録者さん一人増えた、イエイ。バトンの子知ってる知ってる。
そう、ミスちゃんとのコラボグラビアならいけそうでしょ？だから私、本当にね、あやなちゃん大好きだから、あやなちゃんと取り下ろしコラボグラビアとかやってほしいんだよね。二人で出たいんですよ。可愛いよね、あやなちゃん。もうあやなちゃんの YouTube めっちゃ好き。関西の子で有吉反省会にも出てた。なんかそうみたいだね。書いてありました、雑誌に。幕張横綱は今後のホープ的存在なんですかね。ねえ、なんか、でも私も結構知らない、初めて見る失敗グラドルの子が何人かいて、やっぱりこう、新しい目は出てきますよね。みんな若い。この分野あんまり知らないよ。そうだよね。知らない方は知らないですよね。ごめんね。ずっとこんなちっぱいおっぱいの話で。シュープレゲットしたよ。モルディブの水平線。表現がすごい。でモルディブの水平線って文字何なんですか？ちょっと。モルディブの水平線って何？すごいよね。5年前も書かれてたからね。新しい目を摘むって何ですか？どういう意味だ？アンケート書くよ。KM さん、アンケートありがとうございます。アンケート大事だから。こんばんは。ちっぱいで盛り上がってるのね。盛り上がってます。ちっぱい話に花が咲いてます。いや、私は若くないですよ。だいぶ古株ですよ、もう私は。新しい芽は潰す。あ、そういう意味ね。そういう意味で全然言ってないです。いや、なんか、ちっぱいのグラビアアイドルの子が増えるのはすごい嬉しくて、やっぱり、ちっぱいグラドルの子って多ければ多いほど、ちっぱいが強みになるから、私はどんどん増えてほしいんですよ。他のちっぱいグラドルさんの横綱、モーデ？横綱モーデって何？どういうこと？こうやって拝みに来るってこと？そうそう、まあ負けないようにね、頑張らないといけないけど、私はね、新しいちっぱいグラドルの子が出てきてくれるのはすごい嬉しい。共に頑張りたい。ライバルは潰すって意味。いや、ちっぱいに関しては全然本当に潰したいとは思ってない。ちっぱいの可愛い人はずっと見てられる。いや、もうほんとちっぱい言いすぎたわ、今日。もうでよと言っておきます。そう。ちっぱい仲間が増えるほど、その分、横綱の価値も上がる。確かに。そういう考え方もありますね。確かにな。でもさ、あれだよね。Cカップ。Cカップはどうなんだろう？ギリギリちっぱい？私からしたらちっぱいじゃないけど、グラビア界で言ったらCカップはギリちっぱいに入るのかな？どうなんだろう？横綱の奉納グラビア。なんかさ、横綱、あれいいよね。相撲グラビア良くない？相撲部屋で撮ってみたって良くない？相撲部屋って撮れんのかな？写真。相撲部屋グラビア良くないですか？さすがにお相撲さんの格好はちょっとできないけど。ふんどし？ふんどしは変か。回しつけて。横綱の貫禄さえ感じるコメント。そうでしょ？貫禄あるんですよ。オスカーならまだわかるんですけどね。でも私今回ちっぱい番付に入ってたちっぱいグラドルの子結構初めて見る方多かったですよ。私も。女性はダメと言われる。え？そうなの？土俵は女人禁制？
マジ知らなかった。相撲部屋って入れないんだ、女の子。初耳です。マジ知らなかった。そうなんだ。マジ今勉強になりました。入っちゃいけないんだ。次も横綱になって国民栄誉賞いただきましょう。もう私次のさ、失敗番付までちゃんとグラビアアイドルでいないとダメですね。相撲部屋グラビア。フェスタソーレ撮影会の横に藤島部屋があるから行く。そうなんだ。さきっちょさん、国技館。国技館グラビアいいじゃん。国技館グラビア。正統派のグラビアをぜひ。でも、私がシュープレさんで取り下ろししてもらうんだったら、どういうグラビアが見たいですか？で、私もやっぱ正統派がいいんだよね。土俵には上がれないけど、別に部屋に入るのは平気？前問題になった女性いたよ。ああ、そうなんだ。マジで知らなかった。なので、いつも女性首相が誕生したらどうするのって議論になるの。ああ、なるほどね。そうだったんだ。私、横綱でも入れないか。入れないよね。可愛いのがいい。可愛いのがいいよね。失敗が強調されるようなグラビアが見たい。でもやっぱりさ、失敗って可愛いから、やっぱり可愛い、ふんわりしたグラビアがいいのかな。なんか夢とか、夢は広がるばかりなんですけど、ね、実現したらいいけど、本当に実現するなら今なんだよね。今しかないのよ、チャンスは。あ、モルディブの水平線で撮りたい。めっちゃいいじゃん。私、モルディブで撮りたい。さきちゃん、かわいいもんな。ありがとう。モルディブの水平線で、モルディブの水平線でいいじゃん。こういうのは臨機応変対応してほしいな。なんだろう。28歳なりの大人なグラビアが良いです。可愛いではシュープレニーズが。そうなんだ。大人なグラビアね。でも私、その、9年前に、私、シュープレさんは、なんだろう。この、失敗番付と、あと、ヤナパイと一緒に対談企画やったり、あと、楽天の野球グラビアで、載せてもらったことあるんですけど、その、ほんと取り下ろしっていうのはジェニックの時が最初で最後で今のところ。で、ジェニックの時は逆立ちグラビアしてたの覚えてます？なんか、すごいミニスカート履いて、逆立ちしてるグラビアと、あとはもう黒水着のめっちゃシックなやつで撮ってもらったんですよ。そう。だから、そう、それとも被らないようなグラビアがいいよね。競泳水着。シュープレでさ、競泳水着ってあんま見ないですね。スレンダーな子は競泳水着が似合う。確かに。現実問題として今は海外に行けない。そうね、今海外行けないからね、簡単に。2週間隔離とかあるからね。合成してもらう？モルディブの水平線。青年誌ですから。予算的には、稲毛海岸の水平線。水平線グラビア？あ、国技館。ああ、国技館の話ね。なるほどね。モルディブ撮影はオスカー&集英社全力案件。そうだね。いや、簡単には無理ですね。稲毛海岸リアル。さきちゃんの競泳水着綺麗だよね。ありがとうございます。立ち木さん？撮ってもらったことないですね。競泳水着って、
狭間なんですよ、スクール水着と。へえ、競泳水着フェチとしてはもどかしい。なるほどね。あ、佐野うのさんだ。こんばんは。風洞実験室合ってるかな。で、真横から風を当てて、フラットバストがどれだけ風の抵抗がないかを比較する科学的グラビア。いやー、それは初めて出ましたね、そのアイディア。科学的グラビアか。被らないんじゃない他と。すごい発想。スクール水着だとクリームに出れる。あー、クリームね。出たことないかも、私。失敗の人は体のラインが綺麗なので、横たわっている姿。横たわると本当に水平線だからね。横たわるのは本当に水平線。水平線を背景に仰向けで寝そべったさきちゃんって感じのグラビア。あ、でも確かに絵的にはめっちゃいいですね。見開きでね。すごい面白い、みんなの意見。面白い、楽しい。楽しいね。もう想像は膨らみますね。てかみんなその思いの丈を、その今みんながここにコメントに書いてるけど、思いの丈をそのままアンケートに書いてほしい。書いてほしい。でも、競泳水着って、競泳水着横丁っていう撮影会とか、私が好きなモデルさんに来てもらってます。え、そんなのがあるんだ。飛行機の翼の模型に、風に煙を混ぜて当てると空気抵抗の乱れが煙のゆらゆらで明確に。なんかめっちゃ難しい話やん。でもね、私がもしそのシュープレさんで取り下ろししてもらうなら、どんなのがいいかなって思うんですけど、なんかやっぱその大人っぽいのと青春なの、どっちも取ってほしいなっていう2パターン取ってほしいですね。でもやっぱり横綱だから和っぽいのも取ってほしいんですよ。和っぽいグラビアが結構好きで、せっかく横綱だし、が大人、青春、和、その3つ取ってほしい。贅沢に。でもなんか本当に失敗だから、水着とかも別になんか布でいい、ペラペラな布さえありゃいいって感じ。撮ってくれないかな、撮り下ろし。温泉グラビアね、確か温泉いいね。あ、温泉いいじゃないですか。フレッシュとかワンドロップで来てもらってる。リクエストしてるんですね。和っぽいとちっぱい強調されなくなりそう。そうかな。でもさ、和服ってさ、胸小さい方が似合うしさ。いや、でもちっぱいは何着てもちっぱいですよ。タイトルはニューホライズン。ホライズンってなんだっけ？地平線？和でしっとりもいいですよね。白い砂、青い海、青い空のもと、元気に走るサキッチョさん。ああ、爽やか。爽やかですね。温泉だと雪月花の二の舞。まあ、温泉は結構グラビア DVD だと鉄板っていうか、100% に近い感じで温泉入りますね。グラビア DVD だと。白いワンピース。いいね。失敗の中に大きな夢が詰まってます。本当だよ。本当だよ。とか言って。めちゃくちゃ失敗について語っちゃってますね。いやー、でも、本当に嬉しいよね。嬉しくない？なんか胸が小さくて良かったなって思えることが増えてきてて、最近。すごい嬉しいです。時代は変わりましたね。堂々たる横綱なのに、お尻強調のお写真だったところが、失敗を見たいと思わせるシュープレさんのナイスチョイス。確かに私、横綱なのに、お尻の写真だったんだよね。それなんでなんだろう。
な、あの写真が選ばれたのはなんでなの？わかんないけど。だから次はね、次シュープレさんに乗るときは、お尻だけじゃなくて前もね、しっかり見せたいよね。雑誌に乗る頃はオリンピックある頃かもなので、競泳水着で頑張れ日本風。なるほどね、オリンピックに合わせてね。いや、乗れたらいいですけどね。ねえ。いや、でも本当に、なんかせっかく今 YouTube もあるから、本当シュープレさんの現場でずっとこうカメラ回して、YouTube でもね、載せたいんですよ。シュープレさん。もうすぐそこまで来てはいるとは思うんですけど、これは9年ぶりに撮り下ろしてもらうチャンスは、今しかないですね。ああ、そうなんだ。だとイエローキャブイエローキャブ懐かしくない？池江璃花子さん、いや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 、それはないわ。え、なんかカクカクしてない？大丈夫？いやでもオリンピックどうなるんだろうね、ほんと。シュープレのグラビアで知っている&会ったことあるタレントさんが出ると嬉しい。嬉しいよね。そうだよね。オリンピックの時節なら、失敗金メダル。あ、失敗金メダル。ああ、なるほどね。いいですね。船岡さん超かわいい。超好き。え、ありがとう。天の宮さん、ありがとう。競泳水着はいつでも、なんて読むの？納入？競泳水着ね、私さ、自前の競泳水着一個も持ってないのよ。水着いっぱい持ってるんですけど、ビキニタイプばっかり、なんて言うんだろう。つながってるワンピース水着持ってるけど、競泳水着持ってないんですよ、私。なんか、持ってないのよ。東京リリーさんが出版したグラドルメーカー2021に載ってるさきちゃんの写真もお尻が強調されて、やっぱお尻選ばれるんだよね、写真。この前初めてさ、その東京リリーさんのグラドルメーカー2021が売ってるとこ初めて見て、しかもコンビニで見ました、私。ファミマに売ってた。そういえばクリームって雑誌今ある？最近記憶にない。クリームっていう雑誌はね、あります。今も。画質が悪い。え、今日画質悪い？嘘。私のね、YouTube だとね、画質普通だよ。なんでだろう。いつも通り私のでは見えてます。なんだろう。納入。合ってた。納入。失敗界の日本代表ですもんね。つまりオリンピック。でも失敗だらけのオリンピックだったら私多分代表で選ばれてると思う。金メダルが2つ。両胸の前にぶら下げても全然邪魔にならない。まさにフラットバスト。いや、めっちゃうまいこと言う。そう、持ってないのよ、私。競泳水着。納品。嬉しい、納品。納品してほしい。先ほどアンケートで、さきちゃんのグラビア希望と回答したよ。では、眠くなってきたので、この辺で。サトリンのパパ、ありがとう！おやすみ！書いてくれてありがとう！嬉しい。何それ？リアライズ？いや、パルフェットでもよき？やばい、全然わかんない、シャシさん。今後、水着で配信してみます？いや、私、水着で配信はしませんよ。配信は絶対しません、水着では。その代わり、水着の動画はいっぱいあげるので、配信はしません。さっき無線が切れた。あ、あららら。あららら。いや、なんかさ、なんかすごい熱くなってきた。ずっと失敗の話してたら。最近の競泳水着って、あっちこっち筋肉を押さえつけるので一人で着れない。いや、競泳水着とかって本当に一人じゃ着れないんですよ。そう。
水着バンされちゃう？バンはされないと思うけど、水着で生配信してる人いんのかな？競泳水着風というくくりで、リアライズ、パルフェットというメーカーが、私全然わかんないから、シャシさんに任せます。大変らしいですが、失敗なら余裕で一人で着れそう。失敗でも結構着るの大変です。これほど失敗って言ってる配信他にない。他にないと思う。私さっき LINE ライブと合わせたら多分この2時間で500回ぐらい失敗って言ってる。LINE ライブは行ったよ。うん。ありがとう、立川さん。ね、ぜひぜひ。夢は膨らみますね。ほんと、夢は膨らみますよ。でもね、ほんと嬉しい。みんなも一緒に喜んでくれて、すごい嬉しいです。なんか、誰一人さ、なんか、バカにするじゃないけど、なんだろ、マイナスな、この失敗番付に関して、マイナスなコメントとかもほんと一個もなくて、みんながこう、素直に一緒に喜んでくれるのがすごい優しいなって思って。嬉しい。ヒョンジュンさん、初見です。ありがとうございます、初見さん。チャンネル登録お願いします。ありがとう。有料配信なら水着配信。そうだよね、有料配信なら確かに。そういうなんか企画とかだったらしてますよね。了解、シャシさん。あ、LINE ライブでは水着配信。あー、なるほどね。なんか、あれかも。例えば、グラビア撮影の時とかに、ついでに配信とかだったら水着配信ありかもしれないけど、なんか、うん、家で一人で水着配信はちょっと恥ずかしいかな。そうなんだ、そうなんだ。来年はジェニック10周年ですし、横綱としてシュープレにグラビア出てほしい。本当だよね。頑張りましょうね、みんなで。夢は小さく、夢は大きく。そうだよ。チャンネル登録しました。ありがとうございます、ヒョンジュンさん。結構男性失敗好き多いと思う。本当ですか？ね、なんか胸は大きければいい方、いいって、大きければ大きいほどいいっていう人が多いっていう勝手なイメージなんですよ、男性は。やっぱり。やっぱりパフパフみたいなね。もう抱えきれないみたいな。まあでも、手のひらサイズが好きって人、まあたまにいますもんね。これバンされないから大丈夫かな？こんなにおっぱい話。大丈夫かな？バンされないよね。出してないから大丈夫だよね。今、失敗水着でググったら、小胸ちゃんという可愛い表現を発見しました。でも今や、失敗こそが世界標準。小胸ちゃん可愛いじゃん。でもなんか失敗っていうワードもさ、やっぱ最近だよね、広まったの。でも、失敗ってワード知らない人も結構いるから、失敗って何？みたいな人もいますよね。田舎者さん分かってる。1000人まであと40。なんとね、実は配信、今のこの配信中にちょっと増えて、あと35人なんですよ。1000人まで。35人。そろそろバンされるかも。やだやだ！バンされたくない、されたくない。ちょっと違う話します。違う話します。暑くなってきたね。脱ぎます？なんかすごいさ、失敗の話してたらすごい暑くなってきて、汗だくなんだけど、私だけ？最近暑いよね。毎日毎日。暑くない？今日雨だったね。っていうか、私が配信する日ってなんで雨降るんだろう。宝田さんいない、いないね。いないからバンされないかな。わかってるというか、大好きなんです、なんですよね。田舎者さん、失敗好きなんですね。失敗出す？さすがに失敗は出さないよ。まあ、やっぱりさ、その、言うだけならいいのかな。
言うだけなら、さすがに出したらバンされるけど、ワードだけなら大丈夫なのかな、わかんないけど。言わないでください。ごめんね。宝田さんはチッパイ好きではなくて、ロリコン。でもさ、私さ、男の人って基本的にロリコンだと思ってるんだけど、違うのかな？言うだけは大丈夫。明日暑い。明日暑いんだ。なんか最近毎日暑くてさ、私結構半袖、もう半袖を衣替えして、半袖をね、結構前に出してますよ。おうちっぱいって深夜番組からラジオやって。なんか、あれだね、英語にするとなんか、ポップでいいね、ポップで。いやー、そろそろちっぱいの話やめます？ロリコン痛い。え、ロリコン痛いかな？私も結構ロリコンですよ。私、幼くて可愛い子好きだよ、私も。マッチュンさん、熟女好きなの？知らなかった。熟女好きなんだ。なんか私今舞台稽古を毎日舞台で稽古してるんですけど、なんかほとんど初めましてで、キャストが全部で32、3人いるんですけど、もともと知り合いっていう人がその中に2人しかいなくて、ほぼ初めましてなんですけど、みんなにすっごい年下に見られてて、私なんかなんなら高校生だと思ってたとか言われたり、まあマスクしてるからってのもあるんですけど、なんかめちゃくちゃ年下に見られてて、あ、私ってロリなんだなって思った最近。そう言いつつちっぱい話が尽きないね、尽きないね。蒸し暑いです、蒸し暑いですよね。今週の土曜日には梅雨入り。あー、梅雨来た、最悪、マジでやだ梅雨。ロリも好きだけど、一番は綺麗なお姉さんのちっぱいが。あ、綺麗なお姉さんのちっぱいね。ギャップね。横綱が行く、それ行け、ちっぱい探検隊。いや、どんな番組よ、それ。絶対深夜でしょ。34歳とか35歳がボリュームゾーン。そうなんだ。若いっていうか、可愛く見えるから。ね、なんでだろうね。なんか、ね、めちゃくちゃ年下に見られるのよ、最近。まあなんかなんだろう、年上に、私ね、でも年上に見られても全然嫌な気はしなくて、なんか大人っぽくいたいタイプだから、なんかすごい下に見られてて、なんか逆にどうなんだろうみたいな。否定されること結構、あ、そうなんだ、全然いいのにね。制服姿、まだまだ。制服、でもね、最近着てないんだよね、制服、そういえば。最近着てないな。さきちゃん、変わらない。ね、変わんないよね。でも、いつか急にどっと老け込むかもしれない。怖い。でもね、最近結構本当にね、なんか調子いいんだよね、顔が。だから今こそ、取り下ろすなら今って感じ。今の私をね、残したいんだよね、シュープレさんに。ロリの定義が、ロリの定義がまず間違っている。ロリとは7、8歳の子が好きな方々。宝田さんじゃん。宝田さんは間違いなくロリコンだね、じゃん。可愛い子が好きなのは否定しない。そうだよね。いや、もうやっぱ可愛いは正義だから。森崎智美さんと同い年には絶対見えない。いや、森崎智美ちゃんと同い年は私もびっくり。でも、森崎智美ちゃんもびっくりしてる、いつも。見えないって言ってくれる。うん、そう思うよ、私は。私なんて会社でじいさん扱い。そうなんだ。西永彩菜さんと制服グラビア。ねえ、なんかね、何かでやりたいな、彩菜ちゃんとね。高田さん、横綱のたしなみ。失敗宮殿のいざない。いや、どんな番組。ツッコミどこ満載なんですけど。今日は何時まで配信しよっかな。1時間配信半まで。
半までにしよう。11時半まで配信しようかな。半くらい。明日も稽古なんです、私。みんな、おとといくらいにあげた、失敗番付選ばれたっていう動画、見ました?みんなコメントおめでとうってコメントいっぱいありがとう。まだ知ってない方は知ってください。お腹空いてきた。森崎さんはこの間花丸撮影会で見たミストスポ2020の緑川千尋さんが興奮してた。そうなんだ。花丸撮影会ね。いたたたたたたた。いたたた、同じ体勢したらいたたた。稽古は順調ですか?稽古はですね、順調なんじゃないかな、結構。いや、でもなんせ人数が多くて、すごい大変です、なんか。うん。あと、やっぱこういうご時世だから、なんだろう、稽古場が結構、使えないみたいなことが多くて、そういうのも大変だし、なんか密にならないように、人をこう、人数ごとに分けて稽古してたりするから、なんかいろいろ、まだ、完全にはできてないっていう感じもするし、あとね、やっぱみんなマスクしてるから、皆さんの顔がわからないっていうのがね、どんな顔してるんだろうみんなみたいな感じで、キャスト皆さんとだからちゃんとそういう意味ではまだ顔合わせたことがないから、そうなんかまだ知らないことばかり、未知な部分がまだ多いですね舞台は。みつさんの番組ほぼ昭和の深夜番組昭和感と深夜感めっちゃあるよねタイトル。ごめん、まだ見てない。マー君、早く見てください。そうね、花丸撮影会、リップ、そうだね。おめちっぱい。この後見ます。この後見てみんなコメントもしてくださいね。マッツーさん、テレ東ですね。12チャンネル時代。最後の最前席。ああ、マッツーさん、ありがとうございます。でもね、舞台自体は、すごいね、結構いい感じで、すごい素敵なお話だし、舞台セットもすごい凝ってて、で、今舞台セットがもう稽古場に作ってもらってて、本番同様のセットで稽古してるんですけど、まあ、すごい大変で、毎日みんな怪我しないように気をつけながら稽古してます。Face ID と同じく認識できない。え、なになに?失敗の人は体の厚さ方向は密にならないから。そうそうそう。私、ほんと横、誰にも迷惑かけませんから、人混みでも。ほんとに。失敗横綱記念グッズ。ああ、確かに。ていうかさ、なんか失敗 T シャツ作りたい。失敗 T シャツ。どう?なんか、失敗 T シャツ。よくない?失敗 T シャツ作りたい。なんかすっごいちっちゃい字で失敗って書いた T シャツ。作りたい!失敗 T シャツ作ろっかな。どう?どう?欲しい?お揃いにしようぜ、みんなで。いや、でも、失敗 T シャツみんなが着たらみんなも失敗ってことになっちゃうけど、大丈夫?大林さんの頭のてっぺんに届きましたか?手。それは、試したことないですね。でも、大林元子さん、共演するんですけど、私ね、本当に元子さんと今一番仲良くて、ほんといつも一緒に帰ってます。稽古場でもね、ずっと一緒にいるし、すごい大好き。大林元子さんね、すごいね、中身がね、少女みたいな方で、めちゃくちゃ可愛いんですよ。ああ、そういうことね。サイド席取って、後ろ姿ばっかり見るのが怖いので、正面席。ああ、そっかそっか。そう、今回の舞台、270度囲われてる舞台だから、
確かにね、席によっては見え方が変わっちゃうかもしれなくて、でも正面席は間違いなく見えやすいから正解かもしれません。ありがとうマッツンさん、楽しみにしててね。チッパイティーかー、ビジネスモード。チッパイ T シャツ欲しい。ケイちゃん、本当？いや、なんかね、でも私も欲しいのよ。チッパイ T シャツ。なんかその YouTube とか、最近 YouTube 撮ったりとか、あとこういう風に生配信とかするんですけど、なんて言うんだろう。こういう時に画面に映るのってここだけじゃん。そう、だからなんかここが可愛い服が欲しくて、いつも悩むのよ。何着ていいかってすごい悩むから、そういう時に、チッパイ T シャツあったらもう毎回それ着ればいいじゃん、 YouTube の時。なんかしかももう色とりどりの数々のチッパイ T シャツ作れば、動画ごとに色変えればいいし、私マジで作ろっかな、マジ個人的に作っちゃうかな、自分用に。なんかね、 YouTube の時本当に服装に困るんですよ。ここしか映んないから、ここが可愛い服がいいんだけど、あんまなくて、こういうなんか地味な服ばっか着てるから。チッパイ好き T シャツ定価値段次第ね。チッティかわいいじゃん、チッティ。え、作ろっからマネージャーさんに相談してみよっかな。作っていいですかって。真ん中にヨットがあるんでしょ、確か。そうそうそう、そうなんですよ。なんか今やってる舞台は過去に3回上演されてて、再演なんですけど、セーリングっていうヨットのスポーツの話だから、舞台セットがヨットなんですよ。でヨットが3つあって、あ、4つだ、4つ ?4 つぐらいあって、なんかそのヨットをすごい動かしたりとか回したりとか、時にはそのヨットに乗ったりみたいな、なんかね、すごい大変な壮大な装置なんですよ。そうそうそう。自己紹介お願いしてもいいでしょうか。あ、自己紹介ね。自己紹介は、船岡咲です。オスカープロモーションという事務所に所属しています。普段はグラビアアイドルとか舞台女優だとか、そういう活動をしていて、YouTube は4ヶ月前くらいに始めました。今、チャンネル登録者さん1000人を目指して、数々の動画を上げています。よろしくお願いします。という自己紹介です。チッパイの商標と登録商標を今すぐ取るの。どうやって取れるの？どうやって取れるの？え、取れるのかな？正面席欲しくて結局かなり後方の席になってしまいました。なるほどね。シャシさんのツッコミすごい。サナダティをセットで。男性着るならチッパイシーか勝たん。他の配信者さん T シャツ使ってました。そっかそっか。酔ったから海に落ちちゃったり、落ちちゃったりね。過去にアビラの立花好美ちゃんが出てて画像を見てた。ああ、そうだったんだ。モルディブの水平線の綺麗なイラストに小さくチッパイと書いてある T シャツなら全然普通に着れます。なるほどね。なんかその、モルディブ土産みたいな。モルディブ行ったら買うご当地 T シャツみたいな雰囲気の、めっちゃいいじゃん。やばい。めっちゃ作りたい。どうしよう。めっちゃ作りたくなってきた。やばくない？作ろっかな、マジで。これはマジで作るかもしれない。え、作ろっかな。あ、28歳です。チッパイ横綱、自己紹介ありがとうございます。移動いたしまして、分かっていただけましたかね。初めて自己紹介聞いたかも。自己紹介ってあんまり改まってしない。私はでも自己紹介ってなんかオーディションとかではよくやりますけど、確かにね、あんまりやらないですね、自己紹介は。世界に羽ばたく世界遺産。それが船岡咲のチッパイ。世界遺産。世界遺産か。優しいね。その立花好美ちゃんも結婚して子供産んで感慨深い。
舞台の設定はモルディブですか？舞台の設定はね、モルディブじゃないです。江ノ島です。江ノ島。江ノ島ですよ。だから、舞台のフライヤーも江ノ島で撮影したから、今回は江ノ島の水平線っていう感じです。オスカーの弁護士さんに相談して、商標登録して、間に合うかな？誰もまだ撮ってないよね。どうだろう。そうそう、立花このみちゃんも DVD で私が失敗だみたいなの出してた。ああ、そうなんだ。失敗なんだ。事務所様、お願いいたします。これね、ちょっと舞台が終わったら、本当に、ちょっと T シャツマジ作ろうかな。デザイン考えとこう。でもなんかそのモルディブの水平線のイラストに、ローマ字で失敗って書いてあるやつは、一見モルディブの土産っぽくて、めっちゃいいなって思った、そのアイディア。よくない？オリンピック会場？そうなんですよ。オリンピック会場なの。あのね、そのセーリング、その舞台でやるセーリングっていう競技は、オリンピックに実は第1回のオリンピックからセーリングって競技としてやられてて、実はマイナーなんだけど。そのオリンピック会場が江ノ島なんですよ。実際江ノ島の海でオリンピックやってるんですよ。すごくない？めっちゃ身近。私、江ノ島近いからさ、知らなかった、本当に、セーリング。今回初めて知りました。最初は自己紹介からですね。そうだね。各地の地平線を見るたびに、さきちゃんを思い出す。いや、なんか恥ずかしいんですけど。各地の水平線を見るたびに、私を思い出してください、これから。モルディブの水平線、いいよね。モルディブってね、私のお姉ちゃんが新婚旅行でモルディブ行ってた。だからお姉ちゃんが新婚旅行で行った時のモルディブの水平線の写真撮ってないかな？奇跡的に。なんか風景とか写真撮るじゃん、記念に。そこにさ、モルディブの水平線撮ってないかな？ちょっと聞いてみよう、お姉ちゃんに。モルディブの水平線の写真あるって聞いてみようかな。江ノ島ヨットクラブは有名でしょ？有名？私知らなかった。江ノ島にヨットいっぱいあるのは知ってたよ。めっちゃ喋ったな。ところで。そう。そうなの。あのね、それね、結構舞台、今やってる舞台でも結構、そういう話題は出るんですけど、学生時代ヨット部の友達が、活動費にえらいお金が。そう、船の維持費ってすごいかかるんですって。そしてすぐ錆びるんだって。あ、GMHD543。すごい、英語でコメントしてくださってありがとうございます。フォローミー。わかんないけど、ビューティーって書いてくださってる。ありがとうございます。Thank you とか言って。そうね、そろそろ終わりにしようかと思いますので、なるほどね。最後に告知をしたいと思います。はい。散々言ってますが、現在発売中の週刊プレイボーイさんに失敗番付の企画で掲載されています。これもうそろそろ本屋さんとかからなくなっちゃうので、はい。今売ってるうちにゲットしてください。そして、ぜひ、こちらの応募はがきで、アンケートで、船岡咲の取り下ろしが見たいっていうコメントとともに、応募はがきで応募していただいたり、インターネットのアンケートでも応募できるので、そこからぜひ、船岡に取り下ろしをっていうコメントを書いてくれたら嬉しいです。あとですね、現在、一生懸命稽古してる舞台、風を切れ2020という舞台が5月26日から6月1日までラゾーナ川崎プラザソルで上演されます。今一生懸命稽古してるんですけど、もう私はヒロインを務めさせていただくんですけど、まあヒロインという名のもうほぼ主演っていう感じで、すごく大事な役をやらせていただいてて、
一生懸命今頑張って稽古してるので、もし見に来れる方がいらっしゃったら見に来てほしいし、ちょっとこれはまだ解禁されてない情報なんですけど、配信で舞台を見ていただくことができるそうなので、ちょっと遠くに住んでてこっちに来れないよって方は、配信でも舞台、公演を見られるようになるそうなので、噂ですけど。なんで、そういうのも使って舞台応援してくれたら嬉しいです。以上ですかね。引き続きね、YouTube、稽古してますけど、一生懸命動画も編集してますし、今、チャンネル登録者さん、あと35人で1000人になりますので、よかったら、チャンネル登録、YouTube も応援してくれたら嬉しいです。あ、Siri が発動しました。皆さん、この生配信に来てくれた方は、高評価をして帰ってくれたら嬉しいです。はい。カタカナの英語。地元ね。あなたの美しさはピークの極みだ。すごい、私ね、英語苦手なんですよ。そうそう、お金かかる。おやすみ。そうだね。お、そうそうそう。そう、なんか配信もあるっていう噂が、まだ解禁されてないけど、なんかね、ありますよって連絡来たから。ということで、みんな、明日からも頑張りましょうね。コロナ次第だね。そうそうそう。みんな、今日は配信来てくれてありがとうございました。そして、横綱おめでとうって言ってくれてありがとうございました。私も明日から頑張りますので、みんなも頑張りましょうね。それではみんな、ありがとうございます。おやすみ。またね、また配信します。ありがとう。バイバーイ。